2009年イギリス GP16 ル,ルーセルはフランスアリエ県モンリュソン出身のオートバイレーサー。2012年シーズンによりスーパースポーツ世界選手権に参戦中。5歳の時に初めてのバイクホンダ QR50 に乗る。6歳から体操競技を始めると4年連続でオーベルニュー地域圏のチャンピオンとなりフランス国内選手権でも32位となるが、 健康上の理由から体操をやめざるを得なくなった。その後、レーシングカードを始めると1年目に入門カテゴリでシリーズ3位に入り、その後オーベルニュー地域圏の史上最年少チャンピオンとなった。二輪レースに転校したのは2004年、クルーセル15歳の時と、グランプリライダーとしては比較的遅い時期だった。この年 CBR125 を借り、 フランス国内のジュニアカップに出場し、シリーズ3位に入った。翌2005年は、フランス国内のロードレース選手権 125cc クラスに参戦、ロードレース世界選手権第4戦フランス GP125cc クラスのレースにはワイルドカード枠で出場、GP デビューを果たした。その後、モートジッピーアカデミーに参戦し、シーズン終盤2 0 0にはマラグーティの ワークスチームから再びグランプリに出場した。2006年はエキップドフランスチームからロードレース世界選手権 250cc クラスにシルバン・ギュン・トーリのチームメイトとしてフル参戦デビューを果たした。1年目はシリーズランキング20位、アンガイア・レーシングに移籍した2007年はシリーズ21位と目立った成績は残せなかった。 2008年は 125cc クラスに戻り、新規参戦の中国メーカー、ロンシンのチームから参戦した。しかしマシンのパフォーマンスは低く、クルーセルはノーポイントに沈んでしまった。2009年、マッテオーニレーシングから 250cc クラスに復帰した、クルーセルは開幕戦カタール GP でいきなり自身初となる表彰台を獲得する活躍を見せた。 その後シーズン中盤は鎖骨の骨折に苦しんだもののシーズン終盤はトップ集団でのバトルを何度も見せシリーズランキング12位の成績を残した2010年はフォワードレーシングから 250cc クラス後継の元2クラスに参戦した同チームは前年モートジッピークラスに参戦していたハヤテレーシングが解明したものである開幕戦カタール GP で 再び優勝争いを展開し、2年連続となる表彰台を獲得した。そして第5戦イギリス GP 自己最高の2番グリッドからスタートしたクルーセルは最終ラップにトーマスルティからトップを奪い、わずか0.057秒差で自身、グランプリ初優勝を遂げた。この年の最終成績は17戦中14戦、完走。 うち11戦でのポイント獲得でランキング7位となった。2011年も同チームから継続参戦。だがこのシーズンは大きな不振に陥り、昨年制した雨の第6戦イギリス GP で4位に入るのがやっとであった。ノーポイントレースも目立ち、この年はポイント獲得わずか7戦のランキング21位に沈んだ。ありがとうございます。